島第一原発が爆発してからは放射能などの影響でプールにも入れずに毎日暑い日々を過ごしてる。学校では登下校の時に長袖長ズボン、マスクと帽子をしなきゃいけないので、暑くて夏でも暑くてもやらなきゃいけないので大変です。全部自然エネルギーにして安全に放射能とかそういう危ないものを出さないようにしてほしいです。この国は責任を取ってほしいです。原発ももうなくなるのもそうなんですけど、放射能ももうなくなってほしいです。家族との意見の食い違いとか結構あって、なんか転校した後も、なんていうか、こうみんなはどうなるのって、私は転校して安全かもしれないけどみんなはどうなるのかっていう話が、結構そういうことについて意見を、いろいろ喧嘩したりしました。被爆することも悲しみだけれども、転校することは今の、転校する人たちにとって本当にそれは、まあなんていうか、大人には分かんない、なんか子供だけの楽しみっていうのがあって、そういうのを壊したくなかった。集団疎開っていう話が出たら絶対に私は賛成しますし、これからもそういう集団疎開をしたいっていうか、そういう希望を国に出し続けたいと思います。今の状況を甘く見てては絶対後から後悔するから、それで政府は責任を取れるのかっていう話になっちゃうし、福島県ごとどっかに移動するのがいいなと。